政治資金問題が浮上している松野官房長官について立憲民主党の泉代表は説明責任が果たされていないとして辞任を要求しました答弁もできないえそして他の業務にも相当支障が出ているまあ、辞任を要求をしえそしてこの官房長官のですね承認喚問これを求めているという状況であります泉代表は 松野氏の辞任とともに国会での承認喚問を要求した上でもはや内閣が正当性を持たない状況だと強く非難しましたまた大規模なパーティーについて国民から疑念も寄せられているとして立憲民主党の政治資金パーティーの中止を検討していることを明らかにしました